なんか最近課長すっごいイライラしてんだよな。なんだろうな、もうピリピリしてるから近づきたくねえんだよな。なんなんだろう。お、理由がわかるのか。バチコイ心理学。こんにちは、心理学オタクのヨウです。さあ行きましょう。今日のバチコイ心理学は攻撃行動編。ついに、いやー、なんでしょうね。今日の今のはもう、大興奮です。どれくらい大興奮してるかっていうと、その前に説明をしましょう。はい。今日ご紹介するバチコイ心理学の内容っていうのは、研究論文の紹介なんですが、まあ、これがね、めちゃくちゃ面白い。本当に面白い。もう、どれくらいもう今の興奮してるもん何言ってるかなんだか分かんないんですけど、どれくらい興奮してるかって、昨日の夜ねちゃんと眠れなくて、で朝も早く起きて7時半からサウナに行ってカツ丼食ってスタンバって、それくらい楽しみでしょうがないんですよ。本日紹介する、研究は1966年のアズリンたちの論文、消去が引き出す攻撃っていうね、エクスティンクションインデュースアグレッションという、まあ、論文です。これね、私最初に読んだのに覚えてる、大学3年生の21歳の時に行動分析入門って結構有名なね本があるんですよ。それの中で読んだ11ぐらいかな、読んでて、そこで載ってたんですよ。でその時に載った内容っていうのは、鳩が2匹いて、片方の鳩はがんじがらめに、もう片方は普通にクルッポークルッポーって言ってんですよ。でそのクルッポーにでビシッて流したら、でこうツツツッってこう動けない鳩を叩く。でその後で一回隠すんですよ。ボタンを押したらカパーンって鳩が出てきて、でそいつをつつくって、でそういう論文があって、面白いんだと思ったら、今度そのね、こうボタンをね押すの1回じゃ開かない、何回も押さえて出てこない。でそれでピュンっていう風に電気がピュッって出てくる、痛ってなったら、この野郎と思ったら、鳩はこのあるクルッポしか言わないんですけど、でダーって70回叩いてパカッて開いたらギュッて叩くっていう、すげえ、こんなことが起きるんだ、面白すぎんだろうと思って、速攻で友達に、おいちょっと聞いてくれよ、今な行動分析入門っていうね本を読んだら、ね、こんなことがあったらすごくねっていう風にもうね喜びを共有しようと思ったんです。そしたらその友達が、ただもう11時半だからさ、明日ね、ガシャンって切られたっていう、そういうことがありました。こんな面白いなと思って、ちょっと今回ね、もうちょっと調べてみました、きっちり。で、そうすると、このアズリンたちっていうのは、1950年代からの攻撃行動の研究をしていて、攻撃行動って、なんで起こるかっていうのが、よく分かんなかったんで、これね、生徳的に生き物に備わってるものらしいです。嫌なことがあったら、さっきの電気刺激とか、そういうのがあると、まあ、鳩はつつくし、ネズミはね、もうネズミ、こう、チュチュチュって言ったから、立ち上がって、うわーってこうで、バトルして噛むっていうね。猿でもそうなんですよ。つまり、ストレスがあると、動物っていうのは、攻撃行動を取るってことは分かっています。これ、本能と言われてます。肝心の、アズリンたち66の研究では、これね、消去っていうのがあるんですけど、鳩にライトがついてポンって叩いたら、餌出てくるよーってね。クルッポクルッポーって言って。っていう、そんな装置、好きなボックスで作って、で、それで何回もやってるんですけど、で、そのうち、押しても出てこない。あれ？クルッポー。あれ？クルッポクルッポ出てこないじゃーんって言った時に、横に鳩がいると、そこに行って、バーンって叩くっていうね。鳩を剥製にしたんですって、生きてる鳩じゃなくて。そうするとね、こういうこと起こんなかったんですよ。すごいですね。他の動物でも同じ、剥製とかダミーの動物を横に置いても全然やらない。 25% ぐらいだったかな、剥製の辺りの。つまり生きてるものに対してフラストレーションが溜まった時には攻撃行動をするってね。すげえ、アズリン先生ありがとう。でこれ何が画期的かっていうと、チンパンジーでもそうだから、当然人間にもそうなんですね。なので我々が家の中でテーブルにガンって足をつく、痛い痛いっていう時に、大丈夫大丈夫じゃねえよみたいなね、大丈夫って聞いてたら大丈夫ってじゃないっていう、普通答えでいいじゃんみたいな、それイラッとすることありますね。こういう攻撃行動って実は本能的なもので、その人が攻撃的だからじゃないんですよ。状況によってストレスがあったり、もしくは今のコロナの状況もそうじゃないですか。ね、いつも、わっ、ちょうだいし、遊ぼう、遊ぼう、遊ぼうって言ったから、遊べない、
遊べない、もうなんか不要不急って言われて、うーん、これまさにさっきの餌が出てこない鳩と同じじゃないですか。そういう時に何かがあったら、うわバチバチバチ、もうクルッポクルッポってなるのはわかるじゃないですか。で、66年の研究ですよ。50年も前の話なんですよ。っていうことは、今我々がストレスをかかった時に周りの人にちょっときつく与えそうになる、これって原理的には行動の原理としては妥当なので、ただ鳩は知らなかった。俺ら電撃食らったらクルッポーって攻撃することは知らなかったけど、我々人間はわかるじゃないですか。だからイラッとした時に、でもちょっと待てよ、これってストレスがかかってる時に攻撃的になる、ちょっと待とう。で、4秒ぐらいであると攻撃行動って減るらしいので、その論文によるとです、装置の中の話ですけど、ちょっと一回冷静になったらきついこと言わなくていいかもしれない。言われる側もね、なんかちょっとなんかイラついてんなと思ったら、課長最近疲れてないですか、なんかもう疲れの目に見えるんですよ、ちょっとまあコーヒーでもどうですかみたいな、そういう風な一言で随分攻撃行動減ると思うので、こういう基本的な原理を我々の日常に応用してたら、きっとね、もっともっと生活しやすくなるかなと思いますね。アズリン先生ありがとう、心理学って楽しいな。というわけで、本日は攻撃行動編でした。それでは皆さん、また次回、せーの、バチコイ。今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。